3、4、1、タタタ、はい、3、4。吹奏楽団、はいはいはい、あと浜松交響吹奏楽団、またそこは分裂してシャルールウィンドオーケストラという、うん、あの団体ができて、浜松のもうすごく強くて、うんうんうん、で県内いきなり県大会なんですけど、ね、はいはい、静岡県大会、うん、が団出場団体が大体6団体静岡全体で、そうです、あ、そんなもんなの、はい、そのうち3つが浜松、ヤマハと浜松交響シャルールウィンドオーケストラ、清水、ウィッチーズにもあって、はいはい、焼津、清水があって、もう一つ沼津フロンティア、そんなもんなんだ、そう、代表がまあ2団体が、浜松ばっかり3団体が、あと静岡大学もすごく強くて、そこの OB 吹奏楽団がもうある出てきたりすると、やっぱそっちの方が結構激戦区的な、そうですね、うんうんうん、すごい、なんかもう大丈夫じゃん、たまあんまり聞いたことのない水準っていうかね、でしたね。で、興味深かったのが、トゥッティが、ユニゾンがすごく綺麗に音程とかも揃ってて、なんか和音だけなんか不安なのかな、なんか不思議な、なんかパッと聞いた特徴が、まあ、それが今日一日でどんな、どういうふうに変わっていくか、まあ、また見てみましょう。はい、ちょっと止めます。シャルールね。
タンタンタンタタン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 タタンタタタタン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 。オッケー。じゃあ、マッピーでいきましょう。で、結構ね、結構鳴らしちゃって大丈夫です。みたいな、わーって鳴らして大丈夫なので、これから、では最初からいきましょう。主観作り、どういう主観で演奏するのかっていう、主観作りっていうのをやっていくと、一見ね、なんかどこの吹奏楽部もやってるの、みんなで歌をみんなでマッピーっていうけど、あれはなんていうのかな、実態は同調圧作りだったり、なんかそう、なんか見てくれは似てるけど、そうじゃなくて自分がどういう主観で演奏するかっていう、それを一人一人がやってるのを持ち寄った時にハーモニーが生まれるし、その合奏が生まれるし、合わせるじゃなくて持ち寄るってことですね。主体的に主観を持ち寄るっていう、そこが楽しいところです。ですよね、はい、というわけで、だいぶオーバーしてしまいましたが、終わりたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。